ドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト。この番組はドローンネットの提供でお送りします。皆さんこんばんは、小池徹平です。長嶋聖羅です。さあ聖羅ちゃん、12月1日の水曜日でございますよ。早っ、入ったね12月。やばー、12月入った。いやー、メリークリスマスですね。早い早い、まだあ、ちょっと早い。ちょっと早い。なんかでもちょっとさ、なんか服装がなんすか、ちょっと冬っぽい、あったかい暖色系の。そうですね、なんか11月、なんかもうほんと冬感なかったですもんね。あれ、髪の色変えた？あ、じゃなくて前髪。あ、前髪やった。え、でもなんか髪もちょっと明るくなったような気がするんだけど。それは色が抜けただけ。あ、色が抜けただけ。前髪結構5センチぐらい切ったんですよ。あ、そうなんや。自分で。あ、なんかちょっと顔が確かにね、お目目がね、クリクリなお目目が。どうも。わあ、いいですね。ありがとうございます。あ、12月もいいですね。ちょっと、はい、どうですか、あと1ヶ月ですけど。そうですね、今年も残り、なんか悔いとか、なんかまだやり残してることとかあったりする？やり残してること、やり残してること、あと1ヶ月で、だってな、2021年終わりやからね。別にないかな。もういつ年越してもらっても、なんかそんな、なんか気にしなくなっちゃって、それよりも早くなんか年齢重ねたいなって、なるほどね、年をどんどんもう早く越して重ねていきたいという、そうですね、早く30代になりたい。そうか、もうちょっとか、あと3年ぐらいですかね。まあまあまあ、はい、まだありますけど、でも楽しんだ方がええんちゃうの、20代。まあ、楽しみました。さあ、はい、ということでコーナー行きましょうか。最近のワンショット。最近撮ったスマホ写真のエピソードを紹介するコーナーです。番組公式ツイッター、小池徹平のスカイファイトに写真をアップしているので、皆さんツイッターを見ながらお聞きください。ということで今週はてっちゃんのワンショットです、はい、今回はね、ちゃんとしてますよ、お、なんだ、はい、こちらでございます。あ、これは京都かな。そうです、そうです、京都の、どこだろう、その、だって有名な、名前出てこない。ちょっと言ってみて、なんか銀閣寺。あ、正解。やった、すごくない。え、すごっ、一発やん。え、すごっ。銀閣寺行ったんですか。行ってきて、いいな。なんかまあ、まあ今僕京都で、あの、まあこの収録中ですけど、撮影してまして、本当にね、あの、休みの日というか、まあたまにあるんですけど、基本的に今までこうずっと勉強勉強だったんですよ、その作品の。で、こう言葉をよく使う、あの、作品なので、まあいろんな言葉をこうずっと勉強してたんですけど、ちょっとまあ終盤に差し掛かって、まあ余裕ができてきたから、休みにちょっと観光しようかなみたいな感じで、初めてなんかちょっと京都ブラーっとできて、で、なぜか銀閣寺、いいですね、まあ、たまたま用事があった、近くにあったからっていうのもあって、で、それで行って一人でわーって回って、結構でももう京都、まあまあ人は戻ってきてて、紅葉とかは、いや、めちゃくちゃいい感じなの。今まさにもう絶景で、いいな。結構銀閣寺って、その、最初入ったらまず今の写真の、あの、あって、お家があって、はい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 、で、そっから登っていけんのよ、なんかこう階段、石階段みたいなの登って、ちょっとすごい綺麗な眺め、その銀閣寺をこう見下ろせるような感じの景色まで行けて、もう紅葉がブワーってほんまに絨毯みたいにこう広がってて、うわ、なんていいんだって、こう一人でマスク越しに深呼吸して、癒されながら、そうそうそう、ほんで、なんか、あ、京都って改めて、なんか今までさ、もうずっと作品にのめり込んでたから、あ、そうや、京都におったわっていうのをこう改めて思い出させてもらって。なんか仕事あるあるですね。そう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 、どこに行ってるか分かんなくなる瞬間ってありますもんね。往復しすぎて、なんかもう分かれなくなってくるやん、感覚が。分かる。ほんで、銀閣寺、その観光終わって、そのわーって下ってって行くのね、終わったらお寺から、ほんなら、あの、道路に出んねんけど、その道路のとこに、あの、お茶屋さんみたいなとこがあって、まあお茶屋さんというか、まあ、スープ屋さんかな、まあコーヒーとかもジュースとかも売ってれば、なんかちょっとあったかいミネストローネとか、いいですね、クラムチャウダーとかコーンスープみたいなとこ売ってて、まあちょっと寒かったし、ちょっと一杯飲んでこうかなと思って、夕方やってんけど、で、ミネストローネ、ちょっと温かいスープ飲みたいなと思って、お腹すきそう、そう、でも量もめっちゃちょうどいいね。え、あの、あれですか、なんかスタバのカップぐらい。いや、あの、ほんまにちょっと、あの、紙カップの大きいぐらいの、なんかちょうどいいサイズ、はいはい、紙カップぐらいの、で、うわ、もうちょうど、しかも400円ぐらいで、まあまあまあ、はいはい、いいじゃん、ええー、わーと思って座って、椅子がなんか、あの、ね、
木でできてなんか赤い絨毯引いてるなんかお茶場みたいなのあるやん、はいはいはい、座ってこうやって飲んでて、うん、ほんでまあちょっとゆっくりしようと思ってたらなんか結構閉店時間が近かったかな、うん、なんか10分ぐらいこう景色見ながら、はい、ゆっくり飲んでたよ、うん、醤油でスープ、はい、ほんならあの従業員の人来て、うん、あのすいませんおくつろぎのとこほんとすいませんもう閉店なんですって言って、うん、これっつって払った400円持ってきて、うん400円お返ししますんで、うん、もうあのそれでちょっと変えてもらっていいですかみたいなのって、いやいやいやいいですと僕はもうこの今もう飲み終わりましたとちょうどそれで400円いただいて買えるなんて、うん、なんかただスープなんかね、うん、もらって休ませてもらったみたいな感じになってまうんでここはちょっとお金払わせてください言うて、はい、払って、うんでもじゃあすぐ行きますんでって言って、うんうん、もうそれで店出て、うん、もうすごいなんか律儀だ気づいてたんじゃない店員さん男の方やってんけどおじさんかなお池鉄平が座って飲んでるよねでもせかしてなんでそんな言えそうやねいやそうじゃないでもうあの、うん、帰ろうと思って、うん、あのしばらくちょっとじゃあ散歩しながら帰ろうって丸いてたら、うん、後ろからチリンチリンスープ屋さんのスープ屋さんの人が来てほんまにすいませんでした言ってまたシャーめちゃめちゃ謝るなみたいなすごいなんか逆にごめんみたいな感じそう逆になんかすいませんみたいな感じになるぐらいの、ね、結構素敵な京都旅やって、いいですねいや楽しかったわいいないいなさあそんなちょっとほっこりする最近のワンショットでございました、はい、ということでそれでは参りましょうあなたの悩みを解消します小池クリニックリスナーの皆さんからいただいたあらゆる悩みを小池徹平先生が解決するコーナーですそれでは1通目ですチャチャさんからです小池先生こんばんは、ばんはクリスマスのお誘いについての相談です、うん、クリスマスに片思いへの人へご飯にお誘いをしたいのですが1ヶ月前、2週間前、1週間前のどのくらいにお誘いするのがベストなんでしょうかできればお店の予約をしたいので早めだと嬉しいのですが早すぎるお誘いはちょっと引いちゃいますよね笑、理想の約束の仕方を教えてくださいなるほどこれさ僕女性にちょっと聞きたいんだけど確かにもうチャチャさんの割と一緒で、はい、もちろんねその早めだと嬉しいんですよ予約したい、はいはい、めっちゃわかんねんけど、うん、これ同じあの意見あの早すぎると、うん、まあセーラちゃんは引いたりはしないと思うけど、まあ、引かないけどえ結構ハードル高くないですかクリスマスディナーって正直いやまあだからそれはやっぱ気がありますよってことやもんなうんそうですね行くってことはねそう、うん、でもさあのギリギリすぎたらギリギリすぎたってちょっと失礼ではないそんなことないどうなんだろう明日とか明後日ちょっとクリスマスのディナー一緒にご飯行くとか、うんうん、むずっいやでもさむずいんだけどやっぱり、うん、あのまあ今徐々にねこう、うん、外食とか戻ってきてさやっぱクリスマスとかになってくるとお店の予約とかもすごいと思うのよ取られへんやん確かに取れないですねその素敵なとか夜景が綺麗なレストランみたいなとか、うん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 、取られへんからさやっぱお誘いする側はさやっぱいい席が空いてるうちに予約したい、まあ、エスコートしたいあの素敵な、うん、ねあの景色とか見ながら美味しいもの食べたいみたいな、うん、あるやんなんか多分1ヶ月前で誘えるのは多分もうほぼほぼもういけるだろうみたいな瞬間だったら1ヶ月前でもいいと思うけどまあ確かになどの具合による片思いのその脈ありなのか脈なそうだねそれはあるねそうだから確かにえってなるもんねうんえあえみたいなちょっと考えさせてってなっちゃうかも気がない人とかだと気があれば確かにそうだよねうんある意味だってさもうクリスマスにご飯誘うってちょっと告白みたいなもんやなあれいやそうですねうん去年の私なんか一人でランチ行きましたからね覚えてます覚えてるわ本当になんやろなちょっと早めにこう自然な会話の流れあだからどうするみたいな聞いてああどうするっていうかクリスマスなんか予定あるのってふわって聞いてそうそんな会話の流れからいやないんだよねみたいないや俺もないねえ行く行くぐらいのノリが一番自然やんなそれがいいそれがいいそうしましょうチャチャさんこれやで、うん、これですこれ正解出ました、うん、これが僕は一番自然やと思うな、うん、なんか変などっちも傷つかないしそうあーってなんかあったらな、うん、いやちょっと予定あったかもしれへんとかってやんわり断りも安いし、うんうんうん、断られてもまあしょうがないなってなんかなりそうやん、うん、わかる
なんかデート申し込むのってちょっとなんか硬すぎるから、うん、ちょっとフランクな流れで誘うぐらいな感じがちょうどいいよな、うん、それです。正解正解出ました。いい、ね、はい、2週間1週そうね2週間から1週間前ぐらいがベストかな。そうですね。ね、え、1週間前でも予定入ってないんやみたいな流れからの方がまだ1週間前が超ベストじゃないですか。なあ、入ってない。あ、じゃあ1週間前のに何もないのみたいな。俺もじゃあ行くみたいな。いいいいいい、あ、いいね、うん、これですね。1週間前そんな感じでお願いします。はい、お願いします。はい、いいね。はい、ということでお便りをくれたチャツオさんには、うん、グッズどっちにしましょうか。あ、じゃあステッカーにしましょうか。ステッカーにしましょうか。はい、はい、ステッカーをプレゼントします、うん、もう一個行きましょう行きましょう行きましょうか、うん、はい、ラジオネーム休日黄昏さんです、うん、今の生活が充実してないせいか最近やたらと過去に戻りたいなと考えてしまいます。 お二人は過去に戻れるとしたらいつ戻って何をしたいですかとのことで。ああ、なるほどね。あ、過去に戻れるならね、こういうのよく話するよね。たらればじゃないけどね。あ、でも戻れるんやったらそれは俺は戻りたいなと思うけどな。いつですか。なんかちょっと童心に帰りたいって思う時はある。え、あの芸能界入る前。あ、じゃないじゃない、あの小学校とかの。あ、もっと前、夏休みとか。なんか何かをやり直したいとかじゃなくて、はい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 、一日ただどういう気持ちで遊んでたかなとか、一日の長さどんなんやったっけなみたいな、うんうんうん、なんかめっちゃ長く感じてたのよ俺一日。あ、わかります、小学校の頃。うん、わかるわかる。めっちゃ楽しかったのよ、うん、あの気持ちちょっともう一回体験したいなあって、そういうので戻ってみたいとかあるかも。あー、そうか、うん、ある。私は、まあ、戻るなら中学からかなって思ってて、うん、ちゃんと勉強しときたい。あー、それもめっちゃあるな、うん、あ、一瞬じゃなくてもうずっと戻りたいってこと。ちゃんと戻るんだったらもう中学校からやり直してちゃんと勉強して、うん、もう漢字も読めるようになりたいし英語もできるようになりたいし、まあ、確かに確かに。そうそう、やっぱり今の時代ってやっぱ頭いい人じゃないとやっぱね戦っていけない時代になってきてるじゃないですか、芸能界も。わかるわ。そうだからね、なんかちゃんと勉強しときたいなっていう気持ちはある。あと、まあ、めっちゃわかるな。まあ思うかな。勉強し直したいよな。うん、し直したい。ちゃんとあんなさ、お金も出さずにさ、ちゃんと教えてくれる環境が、うん、まあ高校含め6年もあったって思うと。今やったら、うん、めっちゃ聞きに行くもんな。行く。授業の後とか。うん、これってみたいな。やるやるやる。とかね、自分でお金払ってでもさ、なんか学びたいことは学びに行ったりするじゃないですか。あるわ。だからまあそう、中学校からかな、戻れるとしたらね、うん、戻れるとしたらね、したらね。いや、いいよね、青春時代に戻るっていうのはね、まあ、二度と戻れないですけれども。そうですね、なるねんけど、うん、結果今やっぱ楽しいなって。わかる、ある。そう、結果今なんですけど。そう、昔のまあ、うん、変に勉強して、うんね、えなんかこう別の才能開花させたらこの仕事とか、うん、今こうやって喋れてないしみたいなのあるやん、まあ、そうですね、うん、結局まあまあ間違ってはなかったなっていう結果にはなんねんけど、うん、戻ってはみたいよな、うん、気になる気になるはい、ということで、ね、休日たそがれさんどう戻りたいのね。どう戻りたいんだろう。気になるけどね。聞きたいですね、人のなんか過去どこに戻りたいか。ちょっと変えてほしかったよね。うん、はい、じゃあマスクプレゼントしましょうか。ね、はい、はい、プレゼントします。さあ、ということで番組ではですね、リスナーの皆さんからメッセージをお待ちしております。あなたの悩みを解消します小池クリニックでは、リスナーの皆さんからの悩みを募集しています。恋の悩みから小さな悩みまで何でも構いません。宛先はこちらです。セラちゃん、お願いします。はい、メールアドレスは小文字でてっぺいアットマーク abc1008.com teppei アットマーク abc1008.com です。コーナー名とラジオネームを忘れずに書いてください。番組の感想は番組ハッシュタグスカイテツをつけて投稿してください。たくさんのメッセージお待ちしてます。ドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト、最後までお付き合いください。ドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト、 AM1008 FM933 ABC ラジオがお送りしているドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト。ここからはドローンインストラクターの宮城玲さんと一緒にドローンの魅力をお伝えしていきます。宮城さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと髪切られましたね、はい、すっきりした。いよいよなんか爽やかさが切りましたね。なんかちょっと触りたくなっちゃうじゃあ髪だけなんか男性の私だけ男性なんか刈り上げてるのが爽やかになっちゃう。いや、それ嫁にも言われるし。そうだよね、やっぱ女性のこのくすぐる髪型これ。ちょっと、ネギさん、
触らせてあげてもらってますか。まあ、いいですいいです。触れたら全然問題ないで。いい？いいよいいよ、はい。ちゃんとカメラにね。あ、いい。どんな今しかもさ手の甲で触ってなかった。このくるるるっと。どうやった？触り心地。なんかすごい気持ちよかった。宮城さん、はい、さっきちょっとあったんですけど、はい、過去に戻れるならっていう話さっき出たんですけど、戻りたい過去とかってあったりするんですか？あるとしたら中1ですね。一緒ぐらい、うん、一緒だ。中1、まあ勉強とかじゃなくて、まあこれ恋愛になるんですけど、うん、まあ中1の子に戻りたい。え、なんで？恋愛系でやり直したことがあるってこと？あ、そうです。あの時にあの子と付き合ってなかったら、お前中3の時に好きな子ができるぞっていう。あー、なるほど。これ話すとめっちゃ長くなるし、話がもっと複雑になってくるんで。なるほど。じゃあ違う席でちょっと。そうですね、違う席でちょっと、ちょっと聞きたいですね、深い話すともう会が終わっちゃうんで。困りましたね。でもそんな恋愛があって、そんなちょっと気になるな、宮城さんの。めっちゃ気になる。じゃあセラちゃんニュースいきますか。お願いします。はい、今週はドローンにまつわる最新ニュースを紹介します。うん、空飛ぶバイクの販売受付開始。東京の企業が2017年から開発を進め、世界で初めて空飛ぶバイク、ホバーバイクの実用化に成功しました。200台限定で販売受付を開始し、お値段はなんと7700万。ホバーバイクは中央の大きな2つのファンで空中に浮き、前後4つのファンで動きを安定させます。長さ 3.7 メートル、地上から3メートルほどの高さで飛行できることができ、最高時速は100キロ、飛行時間は最大で40分間です。動力はガソリンと電気で、2025年までの完全電動化を目指していると言います。ということで、うん、空飛ぶ車に続いて空飛ぶバイク、そんなテンション上がりますやん。でもこれ絶対てっちゃん好きだわ。大好きだよ。これ今回映像あるんでしょ？そう、あるんですよ。なんでちょっと見てみます。今すぐ見たいんですけど。気になる。お願いします。オバーバイク、いやもう普通にニュースやん。何？お、うーわ、めちゃくちゃかっこいいやん。うわ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 、なんかデザインもちょっと近未来ね。うん、そうですね、ちょっと黒っぽい感じで、普通に飛んでるしな、もうすごあ、なんかさすごい、もう映画やね、完全に、うんうん、黙っちゃうぐらいすごいんだけど。うわやば、結構デザインもこだわってる感じあるよね。そうですね、デザインもだし、なんか本当になんかもっと、うん、こう空飛ぶ車系な感じなのかな。ちょっと本当に空飛ぶバイクの、そうね、ちょっとまた違った、なんかでもさ、うん、これ実用化？もう2025までに、完全電動化。すごいですね。ライダーの人とかもなんかマスクしてダースベイダーみたいになってるやん。確かに。しかもこれで時速100キロ出るんですよ、最大。すごない？すごすぎ。あ、VR 体験。あ、VR でも体験できんねや。いやもうこれスターウォーズみたいやね。いや本当に。ほんまに。すごい。楽しそう。へえ、ちょっとこれやってみたいな。気になりますね。VR でちょっとやってみたい、まず。うんうんうん。7,770万円。はい。7,770万円ですか。行きますか。何言ってんの。行きますかって何やねん。てちゃん行けますか。何やねん、一杯引っ掛けますかみたいな。いやいや、え、これは映像やね。これはあれやろ、 VR の映像やろ。これ乗ったらこうなりますよってことじゃ。いやいや、これなったらもうどこでも行けるで。楽しそう。すごいですね。いや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 、ちょっと楽しそうですね。いやちょっと車の時より衝撃かもしれない、空飛ぶ車より、うん、そうですね、まあやっぱ形がなんか僕らが見てるような SF の映画のものとまんまそれみたいな感じなんで、うん、まあ、身近に感じるというか、あ、やっとこの世界来たみたいな感じですかね。なんか不思議とやっぱその映画とかでああいうバイクって出てくるやん、うん、普通に、まあ、似通ったもの出ますね。変に違和感がなかったんけど。そうなんですよ。なんか見慣れてる感な、うん、なんか、あ、見たことあるじゃない、あるっていう感じやん、まあ、結局あの形に行き着くんじゃないですかね、はあ、きっと結局な。だから今があれだから、もうどんどんもし進化してったらもう本当に映画の世界のようになっていくってことです。可能性はまああるとは思いつつも、うんうんうん、もっと小型になるでしょうし、
なるほどね、小型になったらもっとすごいな。免許とかって車のね、どういう免許制度じゃないですか絶対、うん、なんかどうなってくるんですかね。どうなんですかね。まあでももうこのご時世から自動化が進んでるんで、うん、もうただ乗ってるだけ、運転はしないとかに多分最終なると思うんで、まあ、最初はそれこそマニュアルの運転があっても、まあ、おかしくないと思うんですけど、多分その5年後10年後はもう自動化、全部自動化、もうボタンを一つで行き先を押してそこに行くだけになるかもしれないんで、もしかしたら免許いらないんじゃないですか。そっか、自動化やったらな、おそらく。でまあ一家に一台保有するだけ。渋滞もないでしょ、空中なんで。まあそうじゃないですか。ちょっとどうするよこれ。40分だけ飛べる今のところは、ね、だけ今のところまあこの時速100キロでしたね、まあ、そこまで遠くは行けない。そうですね、行けないです、ね、東京からだったらだいたい箱根行けるか行けないかぐらいでしょ。時速100キロだ、まあだいたい、そうですね、フルスピードでまあ新宿から30分圏内だから、まずぐらいかなとは。あとは千葉の端まで行けるか行けへんかなみたいなぐらいかな。まあ、まずはもう20キロ圏内、自分の家から20キロ圏内をまあ気軽に行ける距離がまあ理想なのかなっていう。稽古とかあった時に。いや最高やん。しかも自動やったら別に乗り物と一緒やから、うん、まあまあタクシーみたいな感覚ね、タクシーみたいな感覚やったら最高じゃない。しかもさ、渋滞しないって思うと時間読めるからめちゃくちゃ良くないですか、うん、確かに。えい、最高やね、うん、ちょっとこれが早く実用化するのか、まあいろいろ問題点はあると思うんですけど。そうですね、あとは値段と7000ちょっとまあ値段がな、簡単に稼せないよね。そう、ちょっと借りていいとか、ちょっと無理やな。うん、まあでも今後は楽しみですけどね。そうですね。はい、宮城さんありがとうございました。ありがとうございます。ドローンネットプレゼンツ、小池徹平のスカイファイト、 AM1008 FM933 ABC ラジオがお送りしているドローンネットプレゼンツ、小池徹平のスカイファイト。ここで僕も出演している姉妹番組のお知らせです。 YouTube チャンネルスカイファイト TV では、人気 YouTuber たちがドローンにまつわるさまざまな企画に挑戦しています。今回はスカイファイト TV からバンバ海賀くんが遊びに来てくれました。よろしくお願いします。あー、なんか久しぶりだ ね、久しぶり感が。久しぶりです。でもこの前ちょっとね、僕がちょっとやってるゲームチャンネルの方にこう出てもらって、お邪魔しました。一緒に桃鉄やって、はい、めちゃくちゃ楽しかった、ね、楽しかった、まあ、ご覧になってくれた方もいるかもしれないですけど、はい、一緒にみんなひどかったね、あの桃鉄。もうほんとひどい、マジで。もうさ、男どもって言っちゃったもんね。そうだね、男子陣のあのそう結束力がすごい盛り上がったな、あれ。なんであんな盛り上がんねんっていうぐらい盛り上がったけど、帰りニコニコでしたもん。笑顔で帰れました。楽しかったな。楽しかった、はい、本当に。そうやね、でも久しぶりやけど、ラジオは久しぶりですよね。どうですか、最近なんかありました？最近ごめんね、ざっくりで。どうですかね、まあでも結構そのモデルの撮影だったり、うん、YouTube の撮影だったりっていうのを結構もう毎日忙しくやってます。忙しくやってる、はい、もうでもあと1ヶ月で今年終わりやけど、うん、なんかやり残したこととか、はい、まあ大人になるにつれていつでもできちゃうから、あ、なんかこれをやり残したなってことは特になんか上がってこない。まだ21歳だっけ。はい、21歳です。楽しみな。姉さんが出たね。なんか思いません？いや、25ぐらいまではもういっぱい楽しんだ方がいい。うん、まあ、コロナ禍ってのもあるけど、このご時世なのがほんまかわいそうやと思うねんけど、ね、もう20歳になってからもうコロナが流行っちゃってたんで、本当に外でご飯食べたりとか機会が全然なくて、こうなんかお家でです。はい、こそはちょっとな、飲みに行ったりとかできるといいよな、うん、はい、そうですね、願うばっかりですけども、はい、じゃあ海賀くん、じゃあスカイファイト TV の見どころ教えてもらってもいいですか。はい、そうですね、僕あのどの YouTube を見てもらっても僕がいるっていう皆勤賞なんですよ。そうなの、はい、ぐらいめっちゃ頑張ってるやん。もうずっと出させていただいてて、もうどれ見ても確かに八本撮りですよ。八本撮りとかするんやろ。そうですそうです。喉死なへん。もう気合い入れてきます。あ、気合で乗り越えられるのが若さだ ね、若さだ、いいね、いいな、いいな。なんでもうどれ見ても僕がいるんで、うん、ぜひ見ていただきたいな。ほんと、なんかこういうことやったみたいなとか、特にまあでも本当にレース、障害物レースでなんかいろんな障害物を工夫してやったりとか、うんうん、廊下でやったりとか中でやったりとかいろいろしてるんで、はい、もう楽しいんじゃない。なるほど、いいっすね。いいってことはドローン触りまくってるってことですか。うまいかもしれない。うまなってるから、もう
上手ですよ。いいよ、言うそこまで言うんだったら対決してやろうじゃん。はい、負けません。やってやろうぜ。本当にちょっとみんなビッグマウスだから大丈夫かな。確かに確かに。そうなのよ、ね、口だけはうまいから。そう、口だけはうまい。そうドローもね、ちょっとずつはうまくなって、はい、ね、そうそうそう、はい、そうですね、はい、はい、ということで、ありがとうございました。てっちゃんも出演している YouTube チャンネルスカイファイト TV、 ぜひチェックしてみてください。ドローンネットプレゼンツ、小池徹平のスカイファイト、AM1008、FM933、ABC ラジオがお送りしているドローンネットプレゼンツ、小池徹平のスカイファイト、あっという間にエンディングの時間となりました。さあ、本日もご拝聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、楽しかったですね。寂しいな、あと1ヶ月か。ねえ、あっという間。食い残さんように頑張らんとな。そうですね、めちゃめちゃ働いてますね。でも自分で言うのもあれやけど、てっちゃんはね、本当に頑張ってるよな。そう、ここ映ってる時はすごいニコニコ笑顔でプロだなって思うけど、もう本当控え室死んでる顔が。やめや、やめや、お前最後にそんなこと言うの。あともう一本飛んでんだ。いや、今日もびっくりしちゃった。ねえや、ずっとなんか呼んでるよね。はい。告知させていただいてよろしいでしょうか。お願いします。ということで、私ですね、パルコプロデュース2022年ロッキーホラーショーなんですけれども、2022年1月13日、カート神奈川芸術劇場から開幕します。そして NHK ワゲモン長崎通訳イブン、2022年の1月4日からスタートします。毎週土曜日夜9時から全4話です。はい、私からも告知させてください。ドラマお茶にごすがテレビ東京系で放送中です。そして映画ハザードランプが2022年公開です。最後に、小池徹平のスカイファイトの最新情報は番組ツイッターで発信中。インスタグラム、 YouTube もチェックしてみてください。それではドローンネットプレゼンツ、小池徹平のスカイファイト、また来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。この番組はドローンネットの提供でお送りしました。